はい、ワンダラです。今、稚内の道民院、稚内泊まっています。昨日、いろいろ買ったんですけど、じゃあですね、レビュー動画作ってみたいと思います。じゃん。宇野牧場で買った最高峰の牛乳です。これ牛乳好きなんで、ちょっと味わってみましょう。オッペン。最高峰って書いてますけど、じゃあ惜しいんですよねってお店の人に聞いたら、宇野牧場の中では美味しいですって若干謙遜してました。じゃあ、いきます。これですね。最高峰の牛乳。うん。一口目は、カマンベールチーズのような濃いんだけどとろっとなんか滑らかな感じですね。うまい。よくスーパーに特濃牛乳とか言って 4.2 とかあるじゃないですか。あれなんかでも全然飲みやすくって、あれってなんか粉ミルクの味がするじゃないですか。これはチーズの味です。昨日買ったんですけど、ちょっと丁寧に扱って1日置いたんですね。だから割と上の方が分離してくれてるんで、ほんとチーズの味がするんですよ。ここにね、若干見えないかな、なんかね塊があるじゃないですか。これが乳脂肪分です。これ見えないよね。乳脂肪分が、うまい。生クリーム、上澄みが生クリームみたいな感じ。でですね、お値段も結構いい値段して、200ml で500円です。500円。なかなかスーパーで買わないですよね。500円の牛乳。観光地価格なんですけど、買っちゃいました。以上、ワンダラでした。ぜひ北海道に来たら、農場の牛乳飲んでみてください。はい、続きまして。手塩町の、虎屋菓子司さん、菓子司って読むので、買った手塩にかけた生チョコプリン、買いました。じゃあ、早速、食ってみたいと思います。オープン。チョコレートムースの匂い。じゃあ、いただきます。ですね。ベルギーチョコレートあるじゃないですか。ベルギーチョコレートの、すっごい軽い感じ。濃さはあるんですけど、なんて言ってないんだろう。下にチョコレートの第一波がやってきて、その後上に上がってってくれるんですよね。軽くなってくれるんですよ。安いチョコレートの脂っこさは全くなくって、めちゃくちゃ軽くてうまいです。これ生チョコプリンって書いてあるんで、うん、生チョコですね。はい、もし手塩町に行く機会があったら、ぜひ、虎屋菓子司さん、寄ってみてください。ケーキとかも、パンとかもあって、あと、メロンパン買ったんですけど、利尻に行く船で食べたいと思います。利尻島行きの船入ってまいりました。Thank you.
ラーメンによって。ありがとうございます。塩ラーメンです。はい、こっち塩ラーメンです。はい、仙宝市公園来てます。ここから利尻富士見えてますね。晴れてくれました。で、こう入江みたいになってるんですけど、はい、下にゆらゆら人でもいますね。ウニもいます。見えますかね。すごい、昆布が踊ってる。利尻富士が全景を見せてくれました。富士山っていうよりとは火山って感じですね。泊沼やってきました。ここからの景色が、あのお菓子の白い恋人のケージの風景だそうですよ。今ちょっと雲がかかっちゃってるんで、山頂は隠れてしまいました。